はい、どうもスマライフです。本日はウィッシュで買ったモバイルバッテリーの検証とあと分解をしていきたいと思います。こちらのモバイルバッテリーですね、なんと容量が2000万ミリアンペアっていうね、もう完全にネタなんですけど、このサイズ感で2000万ミリアンペアもあればですね、もう開発した人は確実にノーベル賞ですね。で、まあまあ2000万ミリアンペアも絶対ないんですけど、このウィッシュで買ったモバイルバッテリーの実用量がどれぐらいかっていうのをね、この動画で検証していきたいと思います。で、まずは、商品ページを見てください。もうね、ちゃんと2000万ミリアンペアって書いてますからねこれやばいですよね。で、あと商品画像の手のひらですね、この人めちゃくちゃ手でかいですよね。で、まあツッコミどころ満載の商品ページなんですけど、まあ、値段はね1300円と、まあ、かなり安かったです。で、内容物はこちらですね。まあ、前回の動画にね、引き続き、またね、マイクロの USB が入ってました。で、まあ、前回の動画もね、概要欄に貼ってあるので、同じくモバイルバッテリーのね、メルカリで買ったモバイルバッテリーを検証した動画が、前回上げているので、興味のある方はね、そちらの方も見ていただければと思います。で、まあ、こちらが本体となりまして、まあ、上にね、ポートが2つついていて、で、結構ね、珍しいのが USB のね、インプットもマイクロと、あとね、一応タイプ C もね、今回ついてますね。で、あとね、この謎のね、スライドをするところですね。これね、最後までわからなかったんですよ。一瞬スタンドかなと思ったんですけど、このスライド、何なんですかね。ちょっとね、わかる方、ぜひね、コメントをください。これ、使い道が全然わからないです。で、サイドのね、ボタンを押すと、このようにライトがつきます。で、ライトがついて、で、こんな感じでパーセンテージがね、表示されるような仕様になってます。で、ひとまずね、充電をしていきたいと思います。で、このタイプ C のところに挿すと、まあ、ほとんどね、この充電はもうされてあるような状態で、まあ、おそらくあと 10%、20% ぐらいだと思います。一応ね、マイクロの方もしっかり充電できるか確認していきます。まあ、問題はなさそうですね。で、このままとりあえずこの点滅が消えるまで待ちます。はい。点滅が消えたのでフル充電となりました。ではここからですね、iPhone2 台を使用して、充電確認を行っていきます。で、使用する iPhone は iPhone6 と、ちょっとね、バックパネルをカスタムしている iPhone7 なんですけど、まあ、しっかりね、中のバッテリーは iPhone7 のものとなります。で、容量なんですけど、まあ、バッテリー iPhone7 が 1960mAh、約 2000mAh ですね。iPhone6 が 1810mAh、約 1800mAh となります。で、どちらも容量が ある程度、劣化しているので、まあ、おそらく最大容量 80% ぐらいになるので、まあ、iPhone7 が 1600mAh で iPhone6 が 1440mAh ぐらいだと思いますので、合計で足して、3000mAh ぐらいの容量となります。まあ、これをね、まあ、どれぐらい充電ができるのかっていうのをね、今から検証をしていきます。で、充電のね、供給は、どちらのポートも問題なさそうですね。で、しばらく充電をするとどちらも起動しました。で、今のパーセンテージは 20% ほどとなりますね。で、モバイルバッテリーの容量が 75% と、結構ね、減ってしまってますね。まあ、本当にね、2000万ミリアンペアもあれば、この iPhone2 台であれば計算するとね、6600回ぐらい充電できるんですけど、やばいですよね。で、今ね、またこの後2時間ぐらい充電したんですけど、充電がね、もう途切れてしまったんですよ。どちらもね、全く今充電されてないんですけど、で、モバイルバッテリーの容量を見ると、もう全くね、つかないような状態です。なので、まあ、ちょライトはつくんですけど、iPhone7 と iPhone6 をね、どちらもフル充電にできるだけの容量がないということになりますね。で、一応ね、iPhone7 と iPhone6 足して 3000mAh ぐらいのバッテリー容量で、まあ、それをフル充電できないってなると、今の容量ですね、バッテリー容量がどちらも 70% ぐらいなので、
まあ、大体このモバイルバッテリーの、バッテリー容量は 2000mAh ぐらいかなというようなイメージになります。なので商品説明の 2000mAh÷2000mAh で、まあ、1万分の1の容量しかないということにはなりますね。まあ、結構やばいですよね。で、まあ、2000mAh はね、完全に嘘なのはわかるんですけど、まあ、このサイズ感で 2000mAh はちょっと少ないかなっていうような形になります。で、今からね、ひとまず分解の方をしていきたいと思います。まあ、ちなみにモバイルバッテリーはですね、表記の容量、例えば商品説明に1万 mAh って書いてあった場合ですね、まあ、基本的に出力するまでにロスが生じるので、その 80% ぐらいしか基本的には使えません。なので1万 mAh だと7000から8000mAh ぐらいしか使えないということになるので、まあ、モバイルバッテリーを買うときはね、まあ、その辺もね、計算に入れて買うようにしてください。で、今ね、爪を剥がして、上面のパネルを開けていってます。で、なぜかね、一応インジケーターは今 25% ってついてましたね。まあ、しばらく時間を置くと、もしかすると少しだけバッテリーが回復したのかもしれません。で、開けた時の、感じはこんな感じですね。まあ、丸型のバッテリーが3本積んであるような形になります。まあ、おそらくね、これ1本 1000mAh で合計で 3000mAh ぐらいのバッテリーかなという形になりますね。で、まあ、その DC-DC の変換で、まあ、ロスが生じるので、8割7割8割で、まあ、2400から2100でですね、まあ、それぐらいの容量になるのかなと思います。多分1本 1000mAh かな、その例ぐらいだと思いますね。まあ、このね、丸型のバッテリーは結構モバイルバッテリーに多く積んであるようなバッテリーのタイプになります。まあね、もうちょっと大容量のバッテリーとかに多いんですけど、まあ、これぐらいの小型のバッテリーでもたまにね、こういった丸型のバッテリーが積んであります。で、続いてね、基板を取り外していきます。で、基板はこちらになりますね。まあまあまあ、チャッチー基板にはなりますね。なんか保護回路とかついてなさそうですよね。で、このカバーを外すと LED が現れます。まあ、これでね、もうバラバラにできました。はい、では検証と分解を終えたので、まとめに入っていきたいと思います。で、これとね、同じタイプのものがメルカリでもね、一度見かけたことがあるんですけど、その時は確か容量がね、2万ミリアンペアぐらいで書いてあったのかな。まあ、それでもね、実際の容量とは違ってくるんですけど、で、まあ、前回もね、お伝えしたんですけど、まあ、1万ミリアンペアを超えてきて、値段がね、もう2000円、3000円っていうね、モバイルバッテリーは正直かなり怪しいです。まあ、実容量がね、まあ、実際に10分の1だったりとか、まあ、5分の1だったりとか、もうかなり少なく、なってしまうことがあるんですよ。なので、モバイルバッテリーを買うときはですね、もうちゃんとね、信頼できるメーカー、まあ、なかなか判別が難しいと思うんですけど、まあ、ある程度レビューが高い、モバイルバッテリー、かつ、まあ、日本のメーカーとかね、販売店を通して販売がされてあるモバイルバッテリーであれば、まあ、基本的には信頼できると思いますので、まあ、海外からね、直接取り入れたりとか、もう極端に値段が安くて大容量のバッテリーっていうのは、買ってしまうと損することが多いと思いますので、モバイルバッテリーをね、買う際はその辺を注意していただければと思います。はい、ではこの辺で動画の方終わっていきます。この動画、チャンネルがよろしければぜひチャンネル登録、あと高評価、コメントの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。スマライフのブログ、ツイッターの方もやっておりますので、ぜひそちらの方もフォローしていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。